やる気、元気、たまき。霊感タロットのたまきのズバッと時事ネタトークです。こんにちは。はい、今日のお題は、じゃん。千葉でイルカが大量に打ち上げられたそうですけれども、原因は何なのか。地震の予兆ではって言われてますけれども、どうなのか占おうと思います。はい、基本的に1日2本動画アップしています。個人鑑定の申し込み方法はリニューアルして動画概要欄に書いてあります。で、お知らせ3つさせてください。まず、オンラインサロン、たまきの人生向上委員会では、YouTube で公開できない動画とかこっちにアップしてます。あと、今日のイメージ、こういう風に過ごすね、とかアップしてます。はい。で、オンラインサロン2つ目、マチュールっていうのは、人生後半戦すごく長いので、誰とどう生きるのか、お金、仕事、パートナー、介護、子育てとか、そういう話を真面目にするところです。で、ズバッとタロットは、これは、Amazon とかで売ってますよ。私が作ったカードです。Amazon とかで売ってます。はい。さて、これね、気になりますよね、イルカ。なんか、ニュース出た時、冷えって思ったけど、何年かに一回あるらしいですね。で、東日本大震災の数日前にあったっていうことでですね、世の中が、もしかしてまた地震なんじゃないかって、ざわついておりますけれども、その辺をちょっと見てみましょう。ちなみに、地震の危険度はって今回も占いますけど、4月の、毎月占ってる地震予想の占い、4月の分は、4月は危険度 80% だよって結構高めに私言ったの。なんでかっていうと、木のカードにタワーが出て、おおって、タワーが出たら怖いなと思って 80% って高めに言って、で、危ない地域はちょっと、詳しくそっちの動画見てください。で、日にちはね、1から3、7から11が三角で、すごく良くない、なさそうが、20日と23から29、まあまあ、ざっくり言って、20日から29日の間、気をつけてね、みたいに、私のその、4月の占いでは言ってます。で、占いね、原因は何なのか、この選択肢、どれかしらみたいな感じで占いますね。1、敵に追われちゃったからこうね、間違って陸に来ちゃったのか。2番目、これなんかヤフーニュースで載ってたよね。なんか海水温のせいでみたいな、海水温がこの時期低いからみたいなのを言ってて、海流とか水温とか地形など自然のせいなのか。3番目、獲物を追って間違えてこう陸に来ちゃったのか。4番目、これもなんかよくあるらしいです。なんかリーダー的な存在がこうね、こう超音波で何かこう見つけながら進むらしいんだけど、認知症みたいな感じとか、あと寄生虫に脳をやられちゃうとか、なんか病気がリーダーみたいな存在に病気とかがあると、みんなで間違って打ち上げるちゃうみたいなことがあるらしいです。へえと思って、うん。で、時期の乱れ。時期と磁場がよくわかんないんだけど、とりあえずなんかこういうのがネットに載ってたんで、時期、磁場、こんな感じ。で、最後、5じゃないじゃん、これ。6じゃんね。6、地震の予兆っていうことで、6択でちょっと見てみようかな。で、地震の危険度占って、まあ、プチ占いみたいな感じで、うん。内容としてはとてもシンプルな感じです。はい、行きましょう。小アルカナ使うか。じゃあ、原因から行きましょう。6択です。原因はどれですか？まあ、悪いカードが出たところがイエスかな。備えたいところですね、なんかね。食料とか水とか大丈夫ですか？なんかあと、なんだろうね、お地震ね。うん、建物から脱出できないみたいな、なんか、そういうのもあるらしいじゃん。なんか、斧を用意しとけみたいな。斧ってなかなか、ハードル持つの高いけど、斧か、とかね、考えちゃうね。はい。キーのカードがカップのページ。で、1番目、敵に追われた。ああ、悪いカードだな。2番、自然のせい。それはなさそうかな。3番、獲物を追って。これもないかな。4番、リーダーの病気。もう悪いカードがちょっと出た。5番、時期の乱れは違いそう。さあ、6番目、地震の予兆。
ああ、ペンタクルの銃の逆。そうね。まあまあ、悪いといえば悪いカードだね。ズバッと出ました。146か。バラバラしてるけど。146。敵に追われたと、リーダーの病気と地震の予兆。そうだね。まあでも一番強めに出たのは、まあまあ、どれも同じか。そうだなぁ。まあ、地震、一番知りたかったのは地震かどうかなんだけど、そうだね、可能性は確かにちょっと、まだ今のところ、地震じゃなさそうよとは言えないね、悪いカードが出たから。でも1、4も、リーダーが何か不調で、かつ敵、リーダーの不調かつ敵に追われたって、まあ、その、それぞれば、なんかバラ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 した理由がイエスでしちゃったけど、でもなんか、第1弾、第2弾って2回目もあったんだよね、確かね。2回目もあったとするとさ、敵に追われたとかリーダーの病気が説明つかないよね。それぞれ違う集団じゃない。第2弾があったなら。とりあえず、カード上では1、4、6の可能性があるよっていうのが出たので、じゃあ、我々はどのくらい気をつけたらいいのか。危険度。これはちょっとダイアルかなだけでいつものように見ますね。危険度。地震の危険度、これ、期限をどうしよっか。とりあえず、3ヶ月以内とか ?3 ヶ月以内の地震の危険度は、長すぎる?長いかな。1ヶ月とかの方がいい。まあいいや、とりあえず3ヶ月以内はって聞くね。3ヶ月以内の危険度は、東日本大震災の時は数日前って言ってたでしょ。だからもっと短期で見た方がいいのかな。悪魔だね。3ヶ月以内。よくないね。ズバッと出ました。3ヶ月は悪魔でしょ。まあまあ、そうだね。90% って言うと 90%。よくない。じゃあ、1ヶ月以内。1ヶ月以内、ズバッと出ました。はあ、これだけかな ?4 の逆だけかな1ヶ月以内だと、そんなに悪くない感じがする。ああ、でもわかんないよね。この前の4月の占いは 80% って言ったもんね、自分。だから、まあまあ、そんな悪いカードは出なかったけど、気になるよね。いや、なんかさ、地震系で気になるのってこのさ、対になってるカードなのよ。なんか、断層とかってこう、何かと何かがずれるとかじゃない。だから、対になるカードがさ、すごい気になるの。それこそ恋人とか悪魔とか正義とか、バランス系のカード。対になってるもののバランスどうかなみたいな、対になってるカードがいっぱい出たなと思って、魔法もそうだしね。そうだなぁ。あんまり低めのことは言いたくないんだよな。あ、大丈夫なのって思ってほしくないから。カード上はそんなに悪くなかったけど、心情的には 50% くらいって言わせといて、1ヶ月以内の危険度。じゃあ、ちょっと、いつっていうのも、ちょっと、週単位でさ、見よう。ちょっと、ま、3ヶ月、90日間はちょっとさすがに長すぎて見れないから、4月、今、4月2日の週でしょ?ちょっと待ってね。4月2日の週、9日の週、16日の週、23日の週、23からの週、30からの週、5月7から14日から21から28から、6月4から11から18から25からの週、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13択。13枚並べます。ちょっと後でホワイトボードを見せるので、ちょっとお待ちくださいね。週単位でどの週が危険かっていうのを占います。3ヶ月。ちょっと変な並べ方をするけどごめんね。なんか縦にちょっと4月2日の週9日の週が良くないね。
16日の週も良くない。23の週も良くない。30日の週は大丈夫。次5月7日の週大丈夫。14の週良くない。21の週も良くない。28の週は大丈夫。6月4、11、18、25。あ、6月はそんなにかな、なんか。4月、5月はなんか心配だね。ここ。5月の9、9日の週。そう、どの3でしょ。で、16カップの5、悲しみのカード。ね。失うカード。で、カップの10、23の。カップの10の逆。で、5月の14の週と21の週も、ソードの8とペンタクルの5。この辺が厳しいカードが出た。まあ、6月の半ばもちょっとだけど、まあまあまあ、若干って感じだから、6月は気にしなくていいかな、今のところ。ということでまとめますと、はい。イルカの打ち上げ原因は、敵に追われた可能性と、リーダーの病気関係の可能性と、地震の予兆。ここに、まあなんか、それらしき、これらの原因じゃないみたいなカードが出ました。で、危険度は3ヶ月以内は 90% 高めに出た。1ヶ月以内は50% ってしといたけど、なんか、一応4月の占いでは80って言ってたので、まあ危険な方を取っといてくださいませね。うん。で、4月の9日からの週、16からの週、23からの週、ここがあんまりよろしくない感じがするなっていうのと、5月の14日からの週と21からの週があんまり良くない感じがしました。はい。なので、4月の地震の予想と合わせてご覧くださいませ。以上になりますが、全然プチ占いにならなかった。結局18分喋ってしまった。普通の長さだったわ。ミニミニ占いじゃなかった。はい。ということで皆様、常日頃から備えていきましょう。いつ、どういう瞬間に起きてもおかしくはないです。シミュレーションしておきましょう。はい。では、じゃんけんいきます。たまーき、じゃんけん。じゃんけん、ぽい。チョキなので、グーの人の勝ちだよ。じゃあね、バイバイ、ありがとうございます。